ではこちらの論文について名古屋立科学大学の新義務主義研究室の稲岡が紹介します。まずこの論文の概要について説明します。まず一般に人間の意思決定というものが確実なデータに基づくものと不確実なデータに基づくものがあって、その中でも不確実なデータに依存した意思決定というものも多いというふうに言われています。またその不確実なデータっていうものを人間にどういうふうに提示するのかっていう提示方法の違いによってその意思決定に影響するのではないかっていうふうに言われていて、この論文ではその影響を測定しています。でまたその不確実なデータの提示の一つとして自然言語による提示っていうものがあって、その提示する自然言語を生成するっていうタスクが自然言語処理のタスクになって、それが自然言語とは別の図表などのグラフによる提示を改善するっていうような結果となったっていうのがこの論文の概要です。まずこの論文、次にこの論文の導入について説明します。NLG っていうのが自然言語生成なんですけれども、 NLG っていうものがそのグラフカリーな、先ほど説明したグラフなどのデータの可視化技術と同等の結果を出すことができるっていうふうにされています。なんですけども、そこでの、NLG っていうのはその、データからテキストを生成する、データトゥーテキストのシステムっていうのは元のデータっていうのがその正確で確実正確でな、事実っていうものであるっていうのが前提とした上でのシステムになっていて、これは、確率とかそのリスクっていうものを考慮する、医学であったりとか天気予報っていったような分野には適応できないっていうふうに指摘があります。なんですけれども、実際その言語化、自然言語によるそのデータの提示っていうものはその不確実性を持つデータにあったとしても、必要で、単純に人間に数字だけを見せるっていうのでは不十分であるというふうに言われています。でこの論文ではその中その不確実なデータっていうものの一つの例として、天気予報の生成というものを対象にしています。で不確実なデータ の提示、今回でいうと、天気予報なんですけれども、その中でも気象現象の確率、発生確率にをその提示する、自然言語に含めるというようなことに、焦点を当てています。で従来、自然言語生成 NLG のシステムを評価する際には、その生成されたテキストの文法であったりとか正確性とか流暢性、一貫性、あと後編集評価っていうのはその出力された文を、後から実際に使う際に、人間が後編集、その出力した文に対して編集を行うんですけども、その編集どれだけ編集を行うかなどの、に基づいた評価ですねっていうのを行うのが一般的なんですけれども、今回の評価ではその不確実性っていうものをその生成された文、生成された文を提示された人間がその どういう理解をするかであったりとか、その理解の結果の意思決定に及ぼす影響っていうものを評価の対象として測定しています。で、実際にこの評価にあたってそのデータを収集する環境っていうものを説明します。この論文でそのデータを収集する環境としてネットオフィスのウェザーゲームっていうゲームがあるんですけども、それを拡張したものを使用していて、そのゲームベースでデータの収集というものを行っています。で、具体的にはそのゲームのプレイヤーっていうものがその提示される天気予報に基づいてその売り上げを最大化するアイスクリーム売り、売り上げ賞ですねの、送り先っていうものを決定するっていうようなことです。これは先ほどの例で言うと、その天気予報っていうものが不確実な情報で、それによる意思決定っていうものが、アイスクリームの送り先ですねっていう、モデルとなっています。で天気予報の提示について次説明します。天気予報の提示、人間に提示する際にそのこの図にあるような、グラフィカルな提示と、あと小さくて見えないと思うんですけど、そのテキストの提示ですね。その天気予報の情報を、テキストに、変換というか、その生成した文ですね。と、あとその2つの両
法を提示するマルチモーダルな提示というものを天気予報の定義として使用します。で、まあ、下がその例です。でこのまま3つを比較します。で、実際に天気予報を生成する際には、まあ、シンプルエネルギーというものを使用して、その特にあの自然言語での出力する自然言語っていうものを、まあ、2つを考慮していて、1つは、世界、気象機関のガイドラインに従った出力を行うあのエネルギーのシステムと、もう1つが、まあ、こうナチュラルっていうもので、こちらはその実際にその気象予報士の人が、まあ、天気をその報告する際に行う作業ですねの自然な方法っていうものを、まあ、模倣するようなシステムで、この2つについてその天気予報文っていうものをそれぞれ出力するようなふうになっています。で、この実験を行う上での実験設定っていうのがこちらにありましたとおり、その、女性197人、男性241人、ま、とあとその他の4人と合わせて合計442人というものを、まあ、プレイヤーとしてソーシャルメディアで募集して、そのプレイヤーにその実際の各そのゲームの事例っていうものを、450用意して、まあ、プレイヤーに行わせるっていうような実験です。で、このゲームにおける、まあ、スコアですね、あのっていうものはそのプレイヤーの決定、例えばその先ほどのあのゲームでいうそのどこに送り込むかっていう、まあ、っていうのが、まあ、プレイヤーの決定でと、あとその決定の自信の度合いっていうものを複合してゲームのスコアとします。でこの自信の度合いっていうのはそのプレイヤーがその自分の意思決定に対してどれだけ自信があるかっていうのを、まあ、プレイヤー自身が宣言することによって決定される、まあ、値っていうのが、まあ、この自信の度合いっていうものです。で実際にそのスコアに対して、まあ、実験結果、スコアの、まあ、実験結果っていうものがこちらに下に なっていて、であのこのグラフそのオンリーっていうものがあの図、先ほど説明したあの表示したあの図だけを見た時の結果で、その下にあるマルチモーダルっていうものがその、まあ、自然言語とそのグラフの両方を定義した場合の結果で、一番下のエネルギーオンリーっていうのがその自然言語のみっていう結果でなっています。でこの結果もまあ左のモニタリーゲインっていうのと、まあ、コンフィデンスっていうのがあって、まあ、その左の方がまあ、まあ、いわゆるまあこのここで言うスコアって思ってください。でマルチモーダルの提示っていうものはグラフだけまあ提示する場合に比べてまあ優位に高いスコアをまあ出すっていうような結果になっています。またマルチモーダルな提示、まあこういうま、とあのグラフをと、まあ、自然言語を使用した場合と自然言語だけを提示した場合に、まあ、大きな差は見られないという結果となっています。またそのグラフのみと、まあ、NLG のみを比較したときは NLG の方が高いスコアを出すということが結果から分かります。でこの表にはないんですけれども、その WMO、まあ、世界、気象機関の、まあ、ガイドラインに従った出力とナチュラルに、まあ、大差はないというような結果になりました。で次にその地震の度合いについても結果の評価を行っています。その地震の度合いはそのエネルギーと比較してグラフの方が優位に、まあ、効果的である、まあ、よりその地震が高いというような結果になっています。まあ、これは先ほど説明したその、まあ、スコアの高い、まあ、高い低いと比べるとその関係が逆になっていて、そのグラフを使用した場合のスコアはそのエネルギーの出力あのを、まあ、提示した場された場合よりも、まあ、低いスコアなんですけれども、ただ地震の度合いは高いっていうようなちょっと逆転の関係にあるような結果になりました。で次がその男女の結果の差っていうものをここで示しています。その、この下の表の左が、まあ、先ほど前提示していた表で、その右側が、女性に限定した時の結果です。と女性のみの結果を見ると、そのエネルギーの出力がよりその全体を見た時よりもより高いスコアを示していることがわかります。で一方その
まあ、表にはないんですけれども、その男性っていうのはその提示方法を、まあ、こう3つ変えてもそれほど大きな変化がなくて、まあ、似たようなスコアっていうようになっています。でこれは NGを、まあ、NG の、 そのテキストの提示をした時の効果っていうのが主に女性に対してその効果を、まあ、出している、まあ、結果あの効果が現れているっていうことを示唆する結果となります、まあ、結論としてそのこの論文ではその不確実なデータ、まあ、今回で言うとその天気予報のテキストの提示でそのゲームベースの調査結果っていうものを示されています。で、その NG と、まあ、グラフっていう、まあ、先ほどの結果のタスクの差にはその男女での大きな差があってあるっていうこともまあ分かって、これ前のその研究においてその男女の差っていうのが、まあ、男女の差がその影響、その結果に影響するっていうことっていうのがあんまりその性別で区別されてなかったんで、それが重要な知見であるというふうに述べられています。以上で終わります。